箱崎文王4月7日から1990年2月6日は、天台宗の僧侶。比叡山延暦寺の千日開放行を千前万行し下行者として知られる。天台僧北霊大行満大矢砂利、大僧城、比叡山一山藩、室谷不動堂、長寿院住職を務めた。福島県岩木郡小名浜町に生まれる。出生時の名は、箱崎作。 1930年、海難事故に愛想難者の膨大を願い比害山に入る。翌年、大乗院住職、小森文太の門弟となり、文王を名乗る。四度家業の満行、入団館上理修を経て、1934年より、解放修行に入る。1938年10月25日より11月2日の間、断食、断水、不眠。 ふがの道入り修行を行った。1940年10月に千0 0 0日を満行し、北礼大行満田やジャリとなる。以降、吉野大峰山解放100日、比叡山飯室解放100日、木曽温武解放100日の解放行を行い、1948年の平山解放に際しては、平山町に解放修行場を開いた。1950年、 比叡山延暦寺一山、長寿院住職となり、1971年に大僧城に任じられる。1990年2月6日、長寿院にて宣言。没後の1992年5月20日、出身地に近い岩木市名古屋町の大高寺に、文王の記念碑が建立された。ABCDEFGHIJ 大高寺設置の記念碑文面による。 いわき市出身の箱崎文王大やジャリの石碑の除幕式が掲載された当時の新聞記事を知りたい。また、石碑の内容が掲載された文献を知りたい。国会図書館レファレンス共同データベース。ありがとうございます。